ああ、逃げられた。だから支部に戻れって言ったじゃんか。情報伝達係数にノイズが出ているよ。さっさと戻って。うるさい！ダメ博士！横から口を挟むから、こういうことになるんだ！ふぅ。こりゃ結果はどうあれ、処分した方がいいか。何か言ったか？いや、なんでも。誰だ？ダメオリジナル！こんなところで何をしてる？ダメオリジナルの分際で、その上から目線が気に食わねえ！ふぅ、おい。ん？彼のデータはもういらんよ。君を作るときに調べたからね。極力戦闘を回避した方が。そんなこと知るか！これはわしのアイデンティティに関わる問題なのだ！オリジナルよりもわしの方が優れているということを証明してやらねば！かかってきやがれ！いつまでそうしているつもりですか？Heaven or Hell! Final! Let's rock! ふはははは、見たか。これこそが実力。では、とどめを。おや、足が反対に、なんだ。はあ、だから言わんこっちゃない。回路がヒートしてるね。戦闘回避しろって言ったのに。無茶するからそうなるんだ。ちょっとクールダウンすれば歩けるようにはなるだろう。支部に戻ってくるんだ。部品を新しいのに。仕方ない。戻るぞ。玄関で三つ指ついてお迎えしやがれ。いつも不思議なんだが、君のそういう知識はどこから仕入れてくるんだ？知らん。パッと思いついたから言った。ふん、まあいっか。さっさと戻っておいで。新しい部品を用意しておこう。君さ、精密機械って自覚ある？困るんだよね。無茶ばっかり。直すのは僕だからさ。うるせえ！さっさとやらねえか！どうもこう、上下関係が。おや？お取り込み中だったかな？ん？残念ながら、そうだね。お前は？知り合いか？データにはないぞ。知らんよ。勘違いだろ。死んだと思ってたら、
ちゃっかり生きてたとはな。ああ、知らないって。初対面だろ？ね？困るんだよ、そういう勘違い。ってわけだから、頼むよ、ロボ。何？まだメンテナンスが終わってねえだろうが。そうなんだ、実は。走行のあたりがまだ。まあ、でもいいんじゃん？ちょっと脆くなってるだけよ。いけるんじゃない？多分。ダメすぎる。いろいろ話を聞かせてもらおうか。ダサいコーディネーターのように恐ろしいやつだった。 You win!